マイク2本も使う。マイク2番3番です。マルが映ってない。狭いっすね。文句言わない。タケさん太ったんじゃないですか。マルさん太ったんじゃないですか。タケさん太ったんじゃないですか。また出たこれ。こっちも撮ってます。はい。ほら、わかんない。いい加減覚えてください。もう貼ったのじゃん。え？え？あった。ついた。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日から新クール。ほう。ですね。そうだよ。はい。うん。アトムとしては99回目。おお。来月。うん。なんと。100回を。おお。本当だね。迎えるにあたって。ほう。特に何も用意してません。なんでやねん。チキンでも呼ぶか。あ、そうね。うん。まあでも先月先々月とね、はあ、60分番組でやってたからほうちょっとね、うん、今日30分が寂しい感じでほんでうるさいうるさいうるさいほんとうるさいね、はいはい、すいませんっていう感じですけれども、うんはいはいはい、まあ急に季節もねそうね急に節々が痛い季節ですね。もうピーちゃん。いやでもほんと急に寒くなんない。なったもん夜寒いもん、うん、過ごしやすいすごい。昨日今日とだってまあ今もそうだけど長袖だし。早ほんとだ。もうよ、うん、あれあんたなんで一人で半袖これで原付乗ってますからね。そうでしょすごい涼しいと思ってすごい涼しい寒いよもうだって今お茶してここまで来るのも寒って言ってたもんね、うん、そうそうそ う, そう、ちょっとそれはおかしいいやでも本当今年は夏が長かったもんね、うん、長かったね、うん、暑かったね苦しかったね苦しかったね、うん、まあでも確かにタケちゃんは苦しそうだった、うん、でも倒れそうだった庭的にはちょっとこの後が苦しいな寒いのがあ、うん、あマルは、うん、寒さ強いですからね、割とそうだね、うん、暑いのダメだね俺どっちも嫌だねまあ体格的に体格ブラザーズは夏より冬っていうことですかねうん、うん、冬はね、節々が痛いんだじゃあどっちもダメなんだですけれども、はいはい、今日から新クールということで、はい、張り切ってご機嫌にいきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速ん1曲目じゃないよはいアトムの1曲目を聴いていただきましょうアトムでライトナウいまだにこれどうなってついてるのか分かんないですよねえこうやってついてるんだこうやって前からこういう状態ですよ見てんの？もう耳引っ掛けてこれがペッて本当だ。あはは。でミワとか全然こっちの方が好き。中入れるより。うん、確かに落ちないですもんね。うん。うん、でもメガネとね当たるの。ああ、それあるかもね。メガネ取っちゃうよ。ああ。途中の絵だけな取っちゃうよ。スカウターみたいな。え、じゃあもうこういうのにすればいいじゃん。わかんない。両方に。前見えない。お腹すいた。膝が痛い。欲求しか言ってないそれはもう俺も今日車ですから本当にええー、駅まで歩けないもんな1時間ぐらいかかっちゃう駅まで
1時間でつけばいいなみたいな。すごい本当に遅いよ、もう介護で介護。いや本当。なんで急に？いや夏。はい行きますよ。はい、行きます。はいということで今お聞きいただいてるのはアトムでライトナウ。はい。ライナウ。ライナウ。はい。先月ね番組でも。うん。何回も宣言して、うん、いやもう今度こそやりますっていう、おおほうほう、はい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 、で実行しましたよね。久々にリハ入りましたよね。久しぶりにリハ入ったね。入った、うん、そしてもう何年もやってない曲を、うんうん、久々にすごいよね、誰も覚えてないっていう。まあすごいですよね。逆に練り直しやすかったね。まあまあまあ、うん、それはあるかもしれない、うんうん、なかなかちょっと良くなるんじゃないかと、うん、アレンジもちょっとね変えてね、うん、あとは体力が、うん、ちょっとね、だってどうせやるんだったらさ、うん、前はあ美和ちゃんぴょんぴょんしてたのにさみたいに言われて嫌じゃん、ね、うんうん、だからちょっとパワーアップしてやりたいとは思ってますけれども、 お楽しみに。なんで切るんだよ。だからもうね、昨日も、うん、ウォーキングしましたよ。おお、ウォーキングデッド。えウォーキングお散歩。おお、1時間2時間ぐらい計歩いたかな。あ、はい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 、そうお散歩したの。うん、タヤの洞窟あたりで。そう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 。まあちょっと仕事で向こうに行かされて、うん、3時間4時間待機時間があったので、うん、お散歩したっていうだけの話なんだけどね。なるほど。そう、まあ、毎日ね。ね、毎日やんないといけないんだよね。そうですね。それは無理だな。2時間って結構な時間ですもんね。あるそうよ。結構歩数で言ったら結構いっちゃうよね。でも前にそれこそたけ、うん、ちゃんがあのブチのスタジオに入るのについてって、うん、スタジオや新宿でさ、はいはいはい、やってる間暇だから、うん、やっぱ散歩してるって言って、うん、その時3時間歩き回ったからね、うん、新宿界隈。あのペットショップ巡り。あの辺だとこう3時間もすぐっぽいけど、ね、まあまあまあそうね、うん、見るもんいっぱいあるしね。そうだから結構歩けたなと思った、うん、あの時。でもタヤの洞窟あたりはなんもないもんね。洞窟しか皆さん Google マップで調べてください。本当に何もないです。コンビニもないです。うわ本当に真っ暗。倒れたら終わり。終わり。あでもね、犬の散歩してるおじちゃんとかいたよ。へえ、うん、そう、そんな機能だったんだけれども、あの先月から今日に至るまでの間に、うん、竹彦くんのあの YouTube、はい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 、レッツチャレンジ、レッツチャレンジね。見た？久しぶりに自分のじゃないの見た。すごかったでしょ。面白かったでしょ。もうね、ヤスティチャンネルとのコラボレーション、うん、あの体験してんのに訴えるっつってたの。本当最悪な患者だよねあれね。腹痛かったね。本当今回面白いんですよ。面白かった。もう俺のタレント魂が。いや素だったと思われ。本当素だよ。なんかさ、あのなんだろう、うん、編集しててもすごいやっぱ言葉を拾わなきゃいけないから、うん、テロップ打つのに、うん、はいはい、まあ面白くて最初1時間ちょっとあったのかな。、うん、あのやっぱ YouTube サイズにするのに、うん、切りたくなくて、うん、もうね、取れ高が高くて高すぎた、高すぎた。かといって前半後半に分けるのも、うん、そんなに綺麗な映像ではないので、うん、そうね、うん、まあ、これギュッとした方が絶対面白いなと思って、うん、でもやっぱりそのね、ヤスティはもちろんあの匠の技を持った、うん、あのゴッドハンドの施術師なので、うん、ね、あんな訴えるとか言ってる映像を出すことで営業妨害になったらどうしようとかも思ったんだけど、まあ、あの YouTube アップする前にもちろんヤスティにも渡してんだよね、うん、そしたらあの奥様にも見せたっつって、うん、あの奥さん爆笑だったっつって。
や本当ね、アトムの YouTube チャンネル、ご機嫌チャンネルから見れますんで、うん、はい、ご機嫌ぜひ見てもらいたい。私の苦悶の表情と、もうなんだっけ、俺天使の羽が生えたんだよね。そう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 、そうそうそう、天使の羽が生えて、うん、最終的に30代の体を手に入れる。そう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 、そして今に至っては膝が痛い。そういうこと。そうなんです、ね、うん、また見てもらわないとダメだね、これね。まあ、ぜひちょっと YouTube の方も見て、うん、はい、俺は面白い、チャンネル登録なんか、ね、そう、で昨日そのミワが最初に行った時のレッツチャレンジの、うんうんうん、だから、うん、第1回目、そう、アトムとしては、7月か8月ぐらい、あ、7月ぐらいかな、アップしたんだけど、うん、ご機嫌チャンネルではそれをヤスティの方では昨日アップしたんだよね、うん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 、もうね、まだ20時間ぐらいしか経ってないのにね、視聴回数1700ぐらいいってた。すごい、すごい、あの、ちなみにご機嫌チャンネル120回ぐらいだからね。そうですね、面目ないで、そのヤスティのチャンネルって、うん、やっぱ登録者も3万人ぐらいいて、でそのすごい行ってる、なんつうの、 YouTube はもう170万回とか行ってて、170万回回るってすごいね。そう、でそのタイトルが、うん、美人ロシア人、あ、なんでミワノに美人つけない、どういうつもりで見てんだみたいな美人をつけろっていう話をミワノとこ美人ハテナって本当だよそうそうそう、うん、まあでもね、ちょっとまだせ、うん、昨夜あげてくれたのかな、うん、こっからどんだけ、うん、あのご迷惑にならない程度に上がるかなとそうね、うん、まあ、俺の回は数字結構取れんじゃねえかいや、だからほらね、ヤスティも言ってたけど、普通は女子、うん、女子で取れ高をバン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 って上げて、でその男性のショートはあるんだけど、うんうんうん、メインの方には載ってないんだよね、あんまり。ミワが見る限りでは一人も載ってない。初行くかな、回んねえなこれでもね、面白い。いや面白いよね。だってあれ知ってる？多分気づいてないと思うんだけど、カッサやるときにカッサってあの首のところ、あの擦るやつなんだけど、うん、上半身裸にならなきゃいけないけど、うん、やっぱり YouTube 動画なので、うん、あのこう貼ってくださいっていうやつも、うん、テーピングを普通にくれたんだけど、うん、誰も何も言ってないんだよ、うん、片方横に貼って片方縦に貼っていくかね、この人ね、変だった。あんま面白くなかったんだよね、だけどまあいっかと思って、そこはまあスルーっとね。そうだから、あの多分狙ってるところは全部こけてて、素でやばいなって、うん、本当にやばくて痛いとか先生とか言うのは先生先生バッチリ面白かった。素が面白い。そう、素が面白い。あのぐるっぐるって言うんですとかさあの見てくださいもう今多分ここだけで受けてるから何のこっちゃ分かんないだろうけど、うん、人が痛そうなのって面白いですよね。そうね、まあ、だけど自分で見てても面白いもん、うん、そうで、やってる時ってどういう風にやってるか分かんないしね。そうね、うん、そう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 、そう、あとちゃんとそのバキとかボキっていう音とかも、うん、でヤスティチャンネルの方だとさらに入ってるのよ、そのポキポキって。なんか後から効果音入れてんじゃん。なんでそういうことばっかり言うかな、君は。本当に。そう、でも本当軽くなったよね。うん。あのビフォーアフターのね、うん、あれもあるんでちょっと見てもらうと、うん、すごいんですよ。もう絶対やりたくないと思った。だから。やだやだ。レッツチャレンジっていうコーナーが全部あの。世代になってしまうのもどうかと思うからあれなんだけど、でも言うても丸もやばいじゃん。絶対やばいと思う。ね、本当に。痛くても面白いこと言わなきゃいけないんだよ。素で多分いいと思う。そうだね、もう。まあそんな感じの YouTube 撮りでしたね。ね、うん、一番今困ってるところは何ですか？老眼ですって言ってね、
あれもすごかった。結構見よう、あの、え、大丈夫、えって思うこと結構あったもん。ほうほうほう。あの撮りながら、ほうほうほう、だけどいいあのボケとツッコミをしてくれたから、ヤスティも。そうそうね、うん、そうそうなの、ヤスティさんのね受けがね結構上手で、うん、ボケやすかったんです拾ってもらって、うん、そう。でも本当になんかね見えるようになってたもんね。そうそうそう、あの目をカットしちゃったけど、本当さ老眼がちょっと良くなってたの。へ、うん、今もう元戻ってるけど、うん、ほんとその時あれってさっきここだったのにみたいな、手いっぱい伸ばした距離だったのに肘が曲がってるみたいな。そう、だから昨日そのアップしてもらったやつ見てもミャンも忘れてたんだけど、やっぱり傘やった後にあなんか目がすっきりしてるっていうコメント入ってんだよね、自分も。そう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 、いろいろ全部つながってる。そうなんだよそうなんだよ、もうせっかくさっき締めたのに、なんでまたここまで伸ばした伸ばしたね、ちょっともう半分も来ちゃったよいけねいけねまあそんなあの、うん、もちろんこのねあのラジオもアーカイブで、流してますけれども、ね、ご機嫌がひらがなじゃない、ご機嫌がカタカナでチャンネルがひらがな、うん、ご機嫌チャンネルっていう YouTube、 あのよかったら見てください、はいはい、面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします面白くなくてもよろしくお願いします。面白いんだってまた戻るこれはちょっと話題変える前にじゃあもう一曲いきましょうか、うん、はい、はい、それでは2曲目聴いてください。アトムでマジェスティックビーナス。え、首とかはもう戻っ、あ、だけどね、肩甲骨はまだ生きてる、うん、だってこうやってやってさ、耳つかなかったんだ俺、ポンポンになっちゃってピッとまだつく。え、だってミョウなんて股関節本当に一発で治ったし、こうやって首回んなかったのに未だに回るもん、まあ、続けるといい、なおさらそうだろうね、うん、続けるといいよでも多分最初にやったのが6月でしょ、でこの前3ヶ月後にやってもらったでしょ、9月に、うん、で2回しかやってないけど、うん、全然違う。このヘッドホンで聞くとすごいな、ゲートがピシッ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 、そうか、ゲートが出てるんだ、うん、ピシッピシッピシッ、ゲートのさ、長さをどこにするか、うん、大変だったんですよiPhone 変えたんだよ、15チタニウムボディこれカメラいくつ？ 5?3? どういうこと？レンズの数3 3なの？ 5 はないです、iPhone は、うん、あ、ないんだっけ？ 3 までです。4つも？ないですよこれが一番いいやつです、プロでございます。そっちより先、こっちの道に行きます。はい、ということで今お聞きいただいてるのはアトムでマジェスティックビーナス、はい、10月はライブがねえずらな、うん、9もなかったけど、うん、そうね、え、9なかった？
球ないよ、うん、あ、そうだっけ、球リハだけですよ。あ、そっか、うん、なんかすごいね、8月3本やったでしょ、うん、で9、10が遠いから、うん、で10月はないけど11月4本決まったんだよねもうちょっとばらけてほしいって本当だよね、うん、なんかもう奇数設定偶数設定みたいな、分かる人には分かると思いますけどそんな感じだよね最近、うん、11月多い、11月4本だもん ね、 ね、うん、連日とかもあるからね。そう、しかも、うん、あの次回のこのあアトムのご機嫌レディオの前に、うん、そうライブをやってからのこのラジオブースに入ってくるっていう、そう、多分全員こうハーハー言ってるようななんかあれじゃない、往年のベスト10とかさあーね、ね、うん、昔のあね、大晦日、そうそう、歌番組とかってさ、ね、こう移動してとか、ライブもそうだもんね、うんうん、あのカウントダウンとかになると結構そのそうね、何会場かね、うん、そうそう、ここで会場やって、うん、で次の会場行ってとかっつって、うん、そうそう、うん、お客さん大変だよね、確かにでもアトムも一回やったよね、あのカウントダウンじゃなくてさ、ああ新宿で、ね、新宿でやったね、うん、ああ、うん、いいもんじゃないね、うん、しかもあれ歩いて移動してなかった、歩いて移動した、そうそうそう、辛かったんだな歩いて移動した、うんうん、まあだから久々にライブからのライブではないけれども、そうね、うん、ライブからのラジオっていう、うん、そうですよ、そうだよ、ちょっと大変だこりゃ一言だ密着入れるか、うん、うん、あの T 鈴木にずっとカメラ回させるか、おお報道ってつけて、報道ってつけてそうだからね、この前のリハの時も、うん、久々にリハ入って、うんうん、で当時はほらね、当時というか何年か前は毎週土曜日、うん、絶対アトムはリハをやっていて、うん、でその後にミーティング兼ねて、うん、まあ夜ご飯食べるのに、うん、ちょっと安い焼肉屋さんとか、ね、そうそうそう、行くっていうのが定番だったんだけど、うん、久々にじゃあ行こうかって言って、うんうん、であのリハの間の一服タイムの時にこうメンバーには言わず、ミワがいきなり電話をしだしたんだよね、うん、誰に電話してんだろうって最初はね、うんうん、であの多分ミワの喋る口調で分かったんでしょ、うん、あ、これスーちゃんと話してるで、あのもうねリハには一切関係のないT鈴木を、うん、あの来いと、うん、すごいですよね今から来いと、どうせ暇だろうと、うん、で呼んで、どうせ暇だったんでそうそうそう、うん、マジっすかっつってあの焼肉から参加をして、うん、でしまいにはね、だってお金チキンの分まで払わされそうになってたんで、そう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 、さすがにそれはかわいそうだからさ、美味しかったのもう一押しだったね、うん、そうそう、でもね、そんなずっともうベースじゃない、うん、T 鈴木が懐いて参加してくれるっていうのはありがたいバンドだよね、うん、そうね、うんうん、なんてほらやっぱ30分早いよ、早いよ、そうだね、半分以上 YouTube のバカ話してたじゃん、うん、うん、まあしょうがない、すまんまあそんな感じで、先ほども言いましたけど10月は、うん、もう一本 YouTube 撮りをですね、うん、はい、前も言いましたけど、はい、私たち3人、うん、あのチキンはちょっといけないんですけど、うん、調子の方までおレッツチャレンジ金目鯛を食いに気をつけて行ってください、おめえもだよ、あ、うん、行って、はい、チャレンジをしてきます、うん、はい、今回のチャレンジはどうなるものか、こうご期待、行けばわかるさ、すいませんっていうのを10月にありまして、うん、で、さっき言ったように11月はライブが4本入っております、うん、はい、うん、なので
まあそれはだって詳細は来月、詳細は来月言えばいいんじゃない。だって来月ラジオの日にはライブあるんだよ。あ、だからそれはさっき言ったじゃん、うん、ラジオの前にセブンスが、うん、11月の3日3日はい3日セブンスありますのでぜひぜひ来てください、はい、そしてその後の予定はその時に言います、うん、遅い、うん、だってここはああそれもまあそうだね、11月の5日11月の3日セブンス11月の5日は、横須賀の県立大学で学園祭に出ます、うんはい、お邪魔させていただいて、そこは多分じゃないね、無料なので、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。うえ違う、わかんない、無料だよ詳細来たもらった、無料です別に屋外でやるので、あ、はいはいはい、はい、うん、そうなんですね、そうなんです、はい、でもその後はそのうちまたそのうち告知します一応ホームページ SNS 等々でも流しますし、丸の言ってだけでは言ってもいいんじゃないですか、ね、もう11月の3日セブンスアベニュー、11月の5日県立大学の学園祭、そして17日金曜日ベーシス、18日セブンスアベニュー、そして25日これリハです、リハの日まで発表しちゃった、はい、という感じで、はい、横須賀と横浜、はい、ございますので、うん、4本ありますので、はい、ぜひぜひ、ね、全部参加してください。はいはい、いたします。はい、3日の日に関してはセブンスからここに移動するのも一緒についてきて、うん、そうね、ついてきたら面白いね、うん、本当か、うん、そして打ち上げをすると、うん、パーッてということで、はい、はい、もうお時間となりますので、はい、はい、じゃあまた11月の放送では、うん、その調子の話ができるかな。そうね、うん、うん、調子の話を調子よく、はい、それでは皆さん、はい、さよなら。30分短い1時間癖がついた高が2回